様々な宗教のシンボルマーク宗教多元主義とは、様々な宗教が同じ社会に存在することを認め、お互いの価値を認めながら共存していこうとする宗教的態度、思想である。この思想では、諸宗教は宗教的な実在に対する異なる仕方での応答の形であるとみなされ、 それぞれの宗教の信者が、その信仰の枠組みの中において、救済に預かっているのだとされる。諸宗教は、対立的な関係ではなく、相互補完的なものであるとみなされる。また、教という固定化された枠組みに当てはまらない、多重層的なシンクレティズムなども、共存の対象である。宗教多元主義は、キリスト教、イスラーム、ユダヤ教、仏教、ヒンドゥー教、 その他の諸宗教では一般的な思想ではなかった。これらの宗教では互いに事故を絶対化し、無価値なものと決めつけるか、あくまでも事故の宗教の枠内において、他宗教の価値を認めるのが通常だった。しかし近現代に入り世界の一体化が進む中で、宗教間対話や他宗教に対する理解が進み、宗教の多元性を唱える動きが様々な宗教の、 内部で現れた。宗教多元主義時代の宗教哲学では、例えば神の唯一性、多元性、偏在性を調和させ、一神教、多神教という対立軸を使用する試みなどが進んでいる。その他にも、キリスト教では三位一体論への批判などが展開されている。しかし、聖書には偶像崇拝を避けよと明記されているために、ユダヤキリスト教は、 必然と、神道や仏教と対立する傾向にある。イギリスの宗教哲学者、ジョン・ヒックは、キリスト教出身の哲学者で、宗教多言論の主相者として最もよく知られている。もともとは、伝統的な福音主義者であったが、文化的、宗教的な多様性が現に存在しているという、事実を神の愛と一致させる問題を考えることを通じて、 次第に多言論へと向かっていった。ジョンヒックは、キリスト中心主義から神を中心とし、唯一の神の周りを、キリスト教を含めた、諸宗教が回る神中心主義を唱え、従来のキリスト教からパラダイムシフトを起こし、ルビコン川を渡った。今でも、いわゆるハイタ主義的な思想を採用している宗教者の中には、宗教多言論を激しく攻撃するものもある。 排他主義と多元主義の論争は今日多くの宗教の中に見られる現象である。キリスト教やイスラム教における論争がよく知られているが、それは一神教に特有なものではなく仏教やヒンドゥー教などの多神教においても見られる。日本人はもともと宗教多元主義的だとする指摘がある。ただし偶像礼拝という共通項がある。ジョン・ヒックの説いた 宗教多言論は多くのものに影響を与えた。日本では作家の遠藤周作が晩年の作品深い川にその影響を伺わせており、本人も深い川創作日記の中でそれを認めている。キリスト教の福音派は偶像崇拝や性的自由を認める、この宗教多言主義を否定している。ジョン・ヒック、もう一つのキリスト教多言主義的宗教理解日本。 キリスト教団、ジョン・ヒック、神は、多くの名前を持つ引く新しい宗教的多言論、ジョーザブ仏教と、大乗仏教の理論、思想の対立、日蓮招集の多宗派、多宗教排斥など神仏集合、本次衰弱を参照水草修治、ニューエイジの罠 CLC 出版、ジョン・ストット、ローザンヌ製薬命の言葉者。ありがとうございます。